じゃあ今日は、えー、渡辺観光論語彩香さんどうぞ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ彩香さんと多分お会いしたのが多分初めてが多分なまあ外国人系のこうまあイベントを私も理事やってる会にですねこうまあ登壇してもらった後こう名古屋から会食にわざわざ新幹線で来てもらった、うん でそこで初めて直接お会いしたっていうのがまあ初めてなんですけども本当にこうかっぽすごいのは来るんだと思っているいう <laughs> ですごいこう行動力がある方だなと思ってました。で沙也さんも本当にいろいろテレビとかでもかご活躍されてますけどもあの、まあ、特に私はど,どちらかというと外国人っていっても、まあ、留学生だったり擬人国っていうまあ まあよく、まあ、技術者だったり原稿使ったり、まあ、技能ビザとかの人たちが多いんですけれどもさやかさんちょっとこう特殊というかなかなか今まで皆さんこ,こんなに難民というキーワードに、うんえー、フォーカスして活動されていることでちょっと難民という、まあ、とこ,ことに関してちょっと説明をしてもらってもいいですかね。うんうんはい、そうですすねなんかなかかか難民のお友達っっっていいらっしゃいます国内だとあったか ことなないいかもしれないですね、うん、私も海外に難民で取材に行かせてもらったことあるんですけれどもでもやっぱり日本だと人数も少ないって聞きますし、うん、あまりなかなか ご縁がないです、ね、そうですすねそうよなかなかクラスメートにいたよとか職場にいるいるっていう,こう人数規模ではこう浮かばなかったり、まあ、いたとしても気づかなかったりとかその留学してる人たちの中でも留学しに日本に来たんだけどその後祖国が紛争状態になっちゃって帰れないから<ー>ビザ的には 留学だけれども祖国に帰れないよみたいな人たちも含めてこの国を追われた人だったりとかこう命や生活の安全っていうのが国で保つことができなくて国外に出るしかなくなった人たちっていうのが難民という状態ですね。うん、でおっしゃる通り日本の日常生活でなかなか合わないかもしれないけれどやっぱり日本にも23万人くらいの人たちが今いるっていうことを言われています。 2 3万人の人のですそれは日本の難民認定率っていうのが結構各国を比較した時にも低いっていうこともあるんですけど難民状態にある人たちっていうのはやっぱり日本にもいますということです今お話にありましたけれども日本の,その難民認定基準って海外と比べても諸外国と比べてもかなりというか非常に厳しいと聞きますけれども。 どういった現状なんですか、うん、そうですねあの、ま、数字だけで比べれないところももちろんあるんですねそもそものこう逃げてくる数が違ったりその陸続きじゃないことであっての母数が違ったりとかただ母数が多少こうヨーロッパに行く人たちの数から少なかったとしてもその認定される率がとはいえ低いというのはあってその去年は2%ぐらいだったっていう。 申請している人の中ででそうですねなのでこう90何は難民認定されないただ祖国にも帰れないってうういやその、ね、現状についてもちょっと後で詳しくお伺いしたいんですけど、うん、その前にまずそもそも、ね、日本島国じゃないですかうん、うん、どうして日本にたどり着くのかって陸続きだったらこう、うん、歩いてとか。 まあちょっとした海をね船で渡るっていう映像とかまあ実際私も目の前で見たことありますけどは想像できるんですけど日本にたどり着くって相当大変だと思うんですけどどうして日本にそうですよねその飛行機に乗ってこれる人が難民なのかみたいなそういう議論とかクエスチョンも聞くんですけどまあ飛行機に乗れるから難民であるとかないとかそういう話ではないんですね。そそのの身にに危険がが迫った時にその人が 取りうる方法をこう模索する中でたまたま、まあ、船という手段だった歩くしかなかった飛行機にどうにかこうお金を集めてそこで飛行機チケット買ったみたいなことももちろんありますしあの日本のパスポートみたいに簡単に観光旅行とかあの世界旅行とかそういうふうに行けるわけじゃないパスポートの人たちもたくさんいる時に、うん、今どこかの国に 逃れななきゃいけないけただいろんな国にこう学び認定がされやすい国だったりとか、うん、移民も多かったりとかそういう国にももちろん出したけど、うん、ビザがそもそも出ないと<ー>でどこの国にもやっぱり行くのが難しいかなっていう時にも一か八かで一応日本にも出しましたいろんなところの中で日本も入っているっていう感じですか日本もまあ一か八か出すみたいな話も聞いたことがあって、うんうん、ただそしたら他からは全部こうビザ降りなかったのに日本の短期滞在のビザ 三十日とか、九十日とか、これが降りたっていうでまあ日本なんて日本語なんてもちろんわからないけどもうやっぱ命をつなぐための手段としてまあ最終的にそして偶然日本だったっていうそんな人たちも結構いますね<ー>へ。でもそこからですよね。そうですね。三十日しかだって対処滞在できないわけですよね。そこからどうするんですか。そ,そこが 結構大事だと思っていてい短期の滞在のビザって、まあ、観光に行く時とかに取るとか短期滞在友人を訪ねますとかそういう手段で取るものじゃないですか、はい、ただその国に帰れませんとか命に危険がありますの人はその30日が終わっても帰れるわけではないので命からがら来てるわけです、ね、そうな,んですなのでただそれをずっと持っててもあの期限が切れてしまうので、うん、この辺だと近いのはすぐ近くですね品川の入管に行って。<laughs> で難民認定申請というのをしますあの十何枚の紙を書くんですけどそしたらその日からは短期滞在のビザの人ではなくて難民認定申請を出して待ってる人っていうそういう在留資格になります、うん、切り替わるんですねそうですねただまだ難民認定ではないんですよ認定の結果を待ってますのビザになる だからそれ2回までとかなんかこの前制限ができるとかいう話も法律が去年改正されましやっぱ難民認定申請しますとで、まあ、結果が出るまで平均4年弱と今言われてるんですけど、うん、まあ周りの人たち私たちの知る人たち4年で結果が出る人の方が少ないんじゃないかなっていう形でじ、うんうん、ですかまあよく知る人とか。 インタビューを一度も受けずに今日も待ってますっていう形だったりしました<ー>まあでも中には申請して、えー、不認定になりましたと「不認定になったけど帰れませんので2回目申請するしかないです」で2回目も「不認定になりました」っていうそしたらまた帰れないので申請するしかないですってそのループにはまっちゃう人たちっていうのが いましたでそれをこの間の法改正ではこうずっと難民申請をしてれば入れるっていう状態というのはその収容者も多くなったりすることとこう懸念もあるのでそう制限をしましょう国が返せる強制送還できるこう可能性っていうのがより高くなるように変わったというのは事実ですね。うん、難民のの人たちてていいうううは決してこうなんていうか、まあ 貧しい人たちとかそういうわけでもなくて結構意外と高学歴だったりすごいスペシャリストだったりする方も多いっていうふうに聞いたんですけど実態はどういういい人たちが多いんですかうんうん、うん、本当にあのこう人それぞれっていうところはあるんですが、まあ、日本で出会う人たちっていうところに一つその。 なんて言ううでしょう特色はあるかもしれないですね、うん、もうとにかく木の身着のまま隣国に逃げなきゃいけなかったような人たちも世界にはいますと。で、まあ、一方で日本に来てる人たちでこう出会っていく人たちは、まあ、この間まではあの普通に学生をやっていてで、まあ、独裁政権の中で今度の選挙こそこう ちゃんと投票でで民主的に選ぼううっっってててていい学生運動がが盛り上がってきてその中でこう頑張っていたとただまあ国軍がそういう学生運動にこうみんな発砲する形でたくさん殺されてその活動をしてた大学生リーダーたちもちりぢりになる中である人はカナダある人は隣国の難民キャンプでその人はたまたまビザが取れた日本に来ましたみたいな時にそのなんか貧しいから食べれなくてよその国に行きましたとかそういう話ではやっぱりなくて。 でこう自分でこうやってた活動があったりとか、まあ、運動ってだけではなくてこう当たり前に生活してたけど政治状況が一変して生き延びる国を探したとかそういう形でこう、まあ、キャリアをこれからの日本での人生再建を本当はしたいのにっていう人たちもいる形ですね。うんうん そうですよね私も日本じゃないんですけれどもあのシリアの内戦が激化した時に、うん、あのヨーロッパに逃れる難民を取材した時に、うん、普通に教師の方とかあとなんか,なんですかジムあのトレーニングのジムとかをやっていてチャンピオンにもなったことあるんだっていうような人とか、うん、本当に何かその日常生活で会う方々と変わらないような職業についていた。うんうん 方々が突然難民になるんだなっていうので、うん、なんかそうですね。なんか人は一括りそれまでね難民っていうとなんかなんか長い列に並んでいる映像とかこう歩いている映像ばかりがこうイメージとしてこう目につきますけれども、うん、一人一人見ていくといろんな背景があるんですよね。そうですね。やっぱり。 本当におっしゃる通りこう生活が状況が一変する中でまずはそこでひたすら待つ状態とかこうどうやって逃れるんだっていうことが一番大事なこうマターになってしまう状況もあるかもしれないんですけどまさに一人一人の話を聞いていくと学校の先生やってたとか失業率があまりにも高い地域だったから自分で起業してたよみたいな人とかあのアーティストがいたりとかスポーツ選手がいたりとかなので私たちが。 こう社会会で出会う人たちなんかそういう生活をしてた人たちっていうのが新しい国に行かざるを得ない時に、まあ、その割合で多様な人いるよねっていう形なのかなと思いますまあそんな中、まあ、日本の難民の現状がどうなっているのかそしてそれに対してさやかさんはどのような取り組みをされているのか来週また詳しくお伺いできればと思っています。はい ということで来週はさやかさんの NPO 法人 LG の活動について詳しく伺っていきますさやかさん来週もどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします